皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回使っていくキャラはこのゲームで一度だけあるキャラがね覚醒したんですよ。はい、これでも分かった方いらっしゃると思います。今回サイクロプスを使います。白ドラの主人公サイクロプス。サイクロプスだけ、バランス調整で強化ではなくバランス調整覚醒って言われたんですよ。で、覚醒って新しい表現をつけてじゃあどうなってるのと、まあ実際にあまりにも弱すぎたサイクロプスさんが一気に強くなったんですよね。まあ強くなったから、一気に強くなったから覚醒って言ったのかなって最初思ったんですけど、そうじゃないらしい。運営がですね、この前、加藤ディレクターが、覚醒についても継続的に続きをね、出していきたいぞ、ダイっていう話をね、していたんですけど、サイクロ以外のキャラも今後覚醒するってことじゃないですか。はい、トレンドかな、魔改造され続けているトレンド、覚醒来るかなといった感じでものすごく楽しみです。覚醒システムサイクロだけのものではなかったことが判明してます。なのでね、それがね判明した記念に今回はね使っていきたいなと思ってます。うわーやばいキャラ来ちゃったな。デビルガチオモだなこれ。どうしよう、デビルガチオモ待つって困った、割とガチで困った。どうしようかなこれ、カタパー行こう。さあこれカタパー行くからベビーもやってほしいんだけど、これ削られてないね。 OK ね、素晴らしい。あ、この後は別に大丈夫、ここでやれるじゃん。でトーマンがあと4体いて、デビルが4体、ベビーが1体、ベビーが1体、このねウサギがね鎌入んなきゃいいんだけど、ぶち切れ、おっそう、やっとなったわ、取れそう、取った、素晴らしい。さあ前回の見えましたね、トーマンがあと3体。ああ、それ一応重剣置きますか。あんまね、置いてもね、まあ、吐き出さなかったら意味ないんで、あれなんですけど。まあ、マシャなし。で、ここですね。これね、こいつだけで終わらせたいんですよ、片方だけで。で、彼の文明なんで多分倒せると思うんで、あれで、トーマーあと2体ですね。で、デビルもあと3体。デビル3体、ベビー1体。デビル3、ベビー1の、クレフラ。こっちの方が待ってますね、お相手。さあ、ウサギ壁張ってあげて、トーマン残してあげて、トーマンじゃないの、カタバルト残してあげて、カタバルト相当嫌がってます、相手。即死入っちゃう、しょうがない。さあ、ここでもマクロス行きましょうか。これね、倒してくれたら、この後にね、ベビーの方行くと思うんで。はい、ベビーも倒してもらって、さあ、行きましょう。さあ、ここサイクル行きましょうか。覚醒サイクル、レッツゴー、お前ならいけるだろ、覚醒したんだろ、頼むぜ。おー、スキルゼロ、弱すぎ。これが覚醒か、これが覚醒なのか、本当に貴様は覚醒してるのか。さ、最後の鐘、あれなんだっけ、名前とかねえわ、クレフラ、クレフラも倒してもらって、さあキャラは出てますが、上の上に剣士も出てますが、片場のワンパンでパシッと押し、はい、覚醒したって言われてるサイクロさん、本当に覚醒してるんか。最近強化されました、ビームの火力上がりました、弱すぎる、なんとかしてくれサイクロプス、2度目の覚醒あるか。はい、それでは行きましょうか。ちょっとねサイクロさんね、まあ、結局ビーム打たなかったら意味がない、強化はされた、ビーム火力上がった、でもビーム打たなきゃ意味がない、スキル発動率上がってない、ビーム打たない、強化の内容何もなかったと言っても過言ではないぐらい何も変わってません。はい、ただこのゲームでね唯一覚醒してるキャラなんで、しっかりとね活躍はさせてあげたいんですが、金バッジなら打つか、でも足が欲しいな、行きましょうか。ちょっと裏技剣士じゃないのに行っちゃった。まあグラグラは強いんですけど、あの太っちょ剣士使うときは裏技剣士必須っすね。今何それ、何それ、はい、このね取れんじゃねえ、そこ、あ、ここでここで行くか、はい、取って倒して、これ来たんじゃないの、あ、アマゾネスいるわ、アマゾネスいるが、サイクロがビームを打てば解決する、違う、そこは砦を削ってほしいんじゃない、でも倒した、おお、そうだよそうだよサイクロ、お前の仕事はそういうことで、この後も全部ビームを打って打ちまくって、ビームの火力上がってるならばアマゾネスとかもワンパンできたりするんじゃないの、
どうなのサイクロ君。ただ相手がもう早々に諦めてる説もあるぞ。これうちのサイクロ君を止める気配が1ミリもない。止まらない。うちのサイクロはサイクロプス、さすが主人公。相手はね、止めるのを諦めるぐらいの性能をしている。知らんけど。はい、それでは行きましょう。もうサイクロくんがね、頑張ってくれることを期待するだけ。もう今回サイクロに頑張ってもらうためにサイクロ使ってるけど、メインの話は覚醒っていう概念が継続してまた来るよっていう情報が出たよっていう話なんで、そこが楽しみ。次の覚醒はなんだ。マジでトレンド来てほしい。お、金バッチサイクル行ってあげますか。せっかくなんで金バッチなら頑張ってくれるでしょう。そう、トレントがサイカ、うん、トレントがね、ワンチャン覚醒来てもおかしくないんじゃないかなって思ってるんですよ。まあ、そもそもゴーレムが覚醒はありえないじゃないですか。初期キャラだけど、まあ、サイクル弱くて覚醒した。ゴーレムはもう純粋に強いから覚醒とかありえないってなると、必然的にまあトレントら辺なのかなっていう風に思ってるんですよね。このサイクルでよくね。お前がビーム打てば全部破壊できんじゃん。打てばな。でも身の回りからの受けるダメージってサイクル、少ないんで、一発打てばどれぐらい減るの。うお、やりきる。素晴らしきサイクルカイド。なるほど。おお、それか。うちの最強カタパルティーノ行こう。あ、カタパルティーノ最強。ああ、それはまずいね。まあロボが行きましょうか。で、まあ、上はユウスケでいいんですけど、下はおそらく抜かれるんで、見てあげないといけないんだよね。よいしょ。あれ上行かないんだね、サイに対して。まあ、ひとまずじゃこっち押さえるか。よいしょ。さあ刺激しましょう。行かないならば行くしかない。で、上もね、ガッツかユウスケかで押さえるんですけど、まあユウスケじゃなくて、ガッツユウスケじゃねえわ。ガッツユウスケか。そう、ガッツっすね。突き上げられたら、はい。まあもうおそらくキャラ止まんない、もうサイクル止まんないんで、このままでいいんですけど、ユウスケで止めましょうか。はい、体力なかったっす。うちのサイクロプスくん、ビームビームビーム。いや、まあまあまあ、サイクルのおかげで勝ちました。サイクルのおかげで勝ちました。まあ、あとサタンもカタパルトが倒してくれました。3体出ししたらサタン一瞬で滅んでった。サイクロプスで、すごい火力でしたね、ミノガールに対して。はい、それではラストいきましょうか。ちょっとね、サイクロくんが無双して、すべての大型を投げ倒して、全部やられたんだけど強すぎみたいな状況を見てみたいんだけど、なんかないかな、そういうシーン来てくんないかな。まあ、さっきのなんかね、ブラガだっけ、トレントだっけやったのとか、まあ、あれはなんかもうね、相手がもう2体同時に切ってくれたから結果的に2枚抜きできちゃうよっていう状況になっただけで、サイクロのおかげで勝ちましたってわけではなく、あれ別に片パでもやれてるんですよ。なんか片パ固定してるのが悪い気がするわ。サイクロの仕事奪ってるかもしれない。じゃ逆にサイクロいるから片方早めに切っちゃうか。おっと5倍。ちなみにああもうすぐ終わっちゃいます。なんだっけあれが、あとちょっとで終わってしまうんで、ぶっちゃけ俺乾杯でも終わるレベルかもしれん。まあでも頑張りましょう。お相手の名前があなんで、基本的にあは強いっていう認識。さあ大砲っていこうか。さあここですね、もう一発必要だけど代わりに砦は取れますよと。いやもう一発必要だな。まあまあまあ取れればよし。取れるか取れないかでね勝敗変わるんで。さあキラビッコ置きましょう。さあここね剣士を抑えてあげて、前はね剣士たちが行ってるんで、まあいけるでしょうおそらく。はい、 OK。 そしたら上ですね、まずパンダ行きますか。マミーも行ってくれてはいるが、これキラビーが寄れてないんですよね。さあキラビもう一手いきましょう。こっからちょっとコスためっすね。相手のキャラ的に攻めきれない可能性が出てきてる。さあカタパルトで添えてあげて、これダブルカタパルトいきましょうか。破壊しに行きましょう。はい、潰してあげて、
で中型がいなくなっちゃうんで、このままじゃわーお、まさかのそこで出てくるのは野蛮なキャラ。まあやつはねレドラでやれるんで、ひとまずね、あ、ケルベモールと、はい、これ一回押さえてあげて、これ別に取れなくていいんで、バルが投げるタイミング見計らってレドラで、これ金木に反応しちょっと前行くんで、あ、金木に反応しなくて前行くっすね。これねむずいんだよね。ここ最高行こうか。このしか切れば多分あの全部当たるんで全力してもらおう。弱すぎー、弱すぎー、何をやってるんだ貴様は。サイクロプス、お前そんな弱かったか。というわけで、まあおそらくドローですね。マミーでも使って抑えてやるか。金木の速度を上げたくないんだが、マミーでも使って抑えてやるか。というわけでドローでございます。サイクロプスくんビーム打った回数が、はい、1回かな。あれ金バッチじゃなかったっけ。1回だよね多分。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。サイクロプスさんでございました。唯一覚醒という恩恵をもらったキャラでございます。で、今年かどうかは知りませんけど、あのビデオレター、公式の加藤ディレクターのビデオレターで覚醒っていうシステム続いてやっていきたいって話を数日、先日、まあ、数日前にねしてましたね。はい、公式生配信で。なので覚醒っていう概念終わってないことは理解しました。なのでね、新しい覚醒が出てくると、まあ、どのキャラが覚醒するかは正直わかりませんが、うん、まあでもね思うのはキメラかトレントだと思うんですよ。でまあ理由は本当に至ってシンプルで、初期キャラでかつ、まあ、ゴーレムは強いから絶対ないじゃないですか。でミノ、うーんどうだろうって感じ。まあ、同じ概念で考えるならばミノを覚醒させて分回し中の上下の判定をもっと広くするとかもあるかもしれないんだけど、うーんこっちかなって思ってます。トレントは覚醒したらあくまでも予想は射程が伸びるか地区同時か、もう本当に純粋にそれが欲しい。あとキメラの場合はおそらく吸い込みが空中入るとか、もしくは2体まで同時に吸い込むとか、重ね貫通はしないけどとか、何が来るか分かんないですけどね、何かしらのね覚醒のあれは来てほしいなと思ってます。まあ現状ねキメラも普通にいいキャラなんですけど、まあ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 ミノもスキル発動次第なんで別に覚醒するまでもない気もするんですけど、お前だよお前、トレントマジで弱い。あのトレント強いって思ってる人いるかもしれないけど、俺二次フレーム持ってるぞ。トレント金フレーム3回取ってるんですよ。二次フレーム持ってるんですよ、言わせてください。弱いんですよ本当に。トレントが頑張るシーンはもちろんあります。迎撃大型に強いし、優秀なシーンあります。あるんですけど、そんな当たり前なんですよね。当たり前だって、じゃあトレントを毎回引きたいか、毎回固定したいかって言われたら、そんなことはなくて、トレントのせいで負けること、めっちゃ多いんですよ。なので、ぶっちゃけこのキャラは、本当に何かしら手こ入れしてほしいです。マジで。好きなんですよ、キャラは。弱いって言ってるけど、好きなキャラだからこそ、本当に弱いから、強化してほしいんですよね。覚醒してほしい。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。